アシュリー・パーマーはアメリカンフットボールの選手。ポジションはラインバッカー。ミシシッピ大学のチームでプレーした後、バッファロービルズにドラフト外で2009年に入団した。2012年5月26日には出身地コンプトンのコミュニティカレッジで電動入りしている。2009年の NFL ドラフトの終了後となる2009年5月1日に、 バッファロービルズとドラフト外で契約した。9月2日、タンパベイバッカニアーズ戦で初出場。2010年2月16日、ウェーバーされた。2月18日にデトロイトライオンズが獲得、2014年までプレーした。2015年8月24日、ニューヨークジャイアンツと契約したが、9月5日に解雇された、センターニュースメイン2012、エルカミーのカレッジ。 2016年11月5日閲覧。クリス・ブラウン、ビルズ・サイン・ジュアンド・ラフティズ。バッファロー・ビルズ。2016年11月5日閲覧。アシュリー・パーマー、ゲームログズ。NFL.com。2016年11月5日閲覧。ABC ・マイケル・エイセン、ジャイアンツ・サイン・ LB、アシュリー・パーマー &DBC ・ J ・コンウェイ、ウェーブ、インジャード2・2ニューヨーク・ジャイアンツ。 2016年11月5日閲覧。デトロイトライオンズ、アシュリー・パーマー。デトロイトライオンズ。2016年11月5日閲覧。A 線、マイケル、ニューヨークジャイアンツアナウンス53、マンロスター。ジャイアンツドットコム、2015年9月7日閲覧。ありがとうございます。